はい、こんにちは。国際不動産エージェント IPA 鈴木でございます。いつも動画ご視聴ありがとうございます。コロナ禍の影響で業績が大変辛い状況になっている業界は少なくありません。航空業界、旅行業界、飲食業界、小売業界あたりは、これまで落ち込みがひどかったし、今の状態が当面今後も続くと思われるので、えー、本当に辛い状況だと思います。 一方でビッグテックと呼ばれる大手 IT 界隈は、マネーが流れ込んで大変な活況です。行き場を失った資金が航空旅行以外のベンチャーにも流れててアメリカでは IPO バブルも起こって一時はやばいと思われていた孫正義さんのソフトバンクビジョンファンドも何気に復活してたりします。 そんな中で、私たちの携わる不動産業界というのは、相対的に見て恩恵を受けている部類に入ると思います。日本も含めて、全世界的にまあ、えー、トレンドがシンクロしてまして、取引が大きく落ち込んだのはまあ、去年4月から6月ぐらいですが、その後は金余りと歴史的な低金利、旺盛な買い意欲に支えられて、去年後半には取引量も回復。 不動産の売買価格自体が下がってないし、むしろ上がる方が多いので、手数料商売の仲介業者は所得を伸ばしていたりします。えー、弊社のような国際不動産取引の会社は、コロナで海外行けない状況の中で苦しんでいるわけですが、皆様のご指示もあって弊社は幸い生き残り、次の飛躍の準備をしているところです。今回の動画では、 コロナバブル後の経済社会や不動産の世界がどうなるかという大きな話をしますまず結論から言います1番目コロナで実体経済が痛む限り各国政府は大量のマネーを市場に供給し続ける2番金余りのトレンドが続く間不動産マーケットが崩れることはない3番コロナの被害が落ち着きワクチンが普及した頃に 潮目が変わるかもしれない4番膨れ上がった資産バブルはいずれ落とし前をつけなきゃならないがそれがどんな形になるかは想像するしかない金融グレートリセット金本位制、えー、デジタル通貨あたりが鍵を握りそうということですねまあ123についてはまあ読めばわかると思うので今回は4番にフォーカスしてお話をしますねその前提としてまず 貨幣について基本を理解する必要があります。お金持ちになりたいという人はとても多いですが、その時に多くの人がイメージするのは紙幣、札束だと思います。日本の場合は日本銀行券ですよね。あれって紙ですから、それ自体に物としての価値はないです。今から50年ほどの昔は金本位制といって、紙幣の発行には金、ゴールドですね。 が必要で紙幣はいつでもゴールドと交換可能だったので価値の裏付けがそれなりにあったのですが今は日本もアメリカもヨーロッパも中国もゴールドの裏付けなしに紙幣をすりまくっている状況ですでも日本国が紙幣の価値を保証しているから流通しているわけですね。 まあ家族のお祝いでお寿司食べたり、旅行に行ったり、まあ家を買ったりしているわけですが、それも現実現状では日本円紙幣があれば、ほぼ全てできてしまいます。そんな貨幣には3つの機能があると言われています。1つ目は交換機能、または流通機能ですね。これは物々交換の代替です。2番目、価値尺度機能。これは異なるものの価値を比較する機能です。 3番目価値保存機能これは価値を貯める手段としての機能です1番の交換機能というのは例えば牛1頭とマグロ1匹を交換したいとしますよねその時に牛の肥育農家とマグロ釣りの漁師が直接会って物々交換するよりも お金という形に変えた方が便利ですよね。このように物を流通させるために貨幣が発明されたわけですが、それは人類にとって画期的な発明でした。2番の価値尺度機能。これは、えー、貨幣はあの牛ステーキとマグロのトロみたいな違うものの価値を比較するのに便利ということです。例えば牛ステーキが 100g500 円。 トロが 100g1000 円だとすれば、トロの方が2倍、牛に比べて価値が高いことがわかるわけですねで。3番の価値保存機能ですね。こちらは、あの、まあ、昔は貝殻が貨幣の代わりに使われていたようです。ただ、まあ、ま、貝殻が壊れてしまうと価値がなくなるので不便ですよね。日本の江戸時代はお米で給料払われた時期があったそうですが、 重くて持ち運びに不便だし、まあネズミに食われることもあるわけです。その点、紙幣であれば腐らないし、持ち運びに便利だし、まあ銀行に預けておけばなくならないので、まあ便利ということです。で、まあ資産バブルの話に戻ります。今の流れは、貨幣の3機能の中で3番価値保存機能が急速になくなる流れなんです。それは日常生活やってる分にはあまり気づかないですが、 不動産を含めて資産を仕事で扱っていると痛感します。日米欧の中央政府がコロナ対策と称してお金をジャブジャブ市場に供給しています。その動機はコロナで困っている商売人や労働者を助けるためなんですが実際人々がお金を手にすると実体経済よりは投資にお金を向けてしまいます。コロナ局面でガーファ株とかビットコイン、ゴールドがどれだけ値上がったことでしょう マネーが流れ込んで都市部の不動産価格も上がっています不動産の価格トレンドは金融商品から半年から1年遅れなので不動産値上がりの本番は実はこれからじゃないかという気もしています逆に株ビットコインゴールドの視点から見ると日本政府がする日本銀行券やアメリカ政府というか、まあ、FRB がする米ドルの価値がどんどん下がっているように見えます つまり現金の価値保存機能が相対的にどんどんなくなっているんです繰り返しになりますがコロナ対策でお金を吸っている間不動産の価値は一般論として下がらないですそれは断言できますでアフターコロナがどうなるかというと今とは全く違う風景になるので想像するしかありませんキーワードを3つ使って考えてみましょう1番金本位制回帰の動き2番 デジタル通貨の貨幣化3番2024年日本円の診察登場1番の金本位制というのは中央政府が貨幣を無制限にすってお金ジャブジャブ給供給してインフレを起こす現状を改め貨幣発行を何らかの形でゴールドとリンクさせることで歯止めをかける考え方ですアメリカのトランプさんをはじめ金本位制回帰に積極的な有力政治家は何人かいます ただ、最近50年で各国が紙幣をすりまくった結果、貨幣発行量がゴールド総量の30倍ぐらいに今なってしまいましたので、以前のような形で金本位制に戻ることはできません。そこで2番、デジタル通貨の登場となるわけです。何らかのアルゴリズムを組み込んで、ゴールドの価値を、裏付けを得たデジタル通貨を流通させ,させて、で、今、 流通している紙幣は回収して無価値にするという考え方です、まあ、これは金流のグレートリセットと呼ばれるものの中核部分ですねそこで3番2024年のの日本円診察登場の話が絡んできますその時点まで世界中でデジタル通貨発行の流れになるならば診察はもしかして紙ではないかもしれませんマイナポイントみたいな形になる可能性もあると思います まあ日本の場合紙のお金を一気になくすことはしないと思いますが先ほどの話で言うと貨幣の価値保存機能が極限までなくなってしまう、まあ、そういう状態になるわけですそこで3番2024年、えー、貨幣が価値を保存しないとなると当然実物の価値が高まりますゴールドの価値が今上がっているのはそのそれを見越しているわけです その意味では不動産も同じです。特にすぐ市場流通する都市部の不動産で家賃の裏付けがあり、一般ピープルの収入とローンで無理なく買える物件は、いわば家賃を生むゴールドみたいなものになる可能性が高いと思います。それを考える題材として、我が家の近所で出た物件を紹介します。東京の東洋町駅徒歩5分、築30年、2LDK、 平米、万円、現況月13万円で、えー、賃貸中のオーナーチェンジ物件ですこれは、えー、貨幣の価値がなくなる時代に貨幣の代わりに価値破損機能を果たすイメージに近い物件と言えます物件のある場所は東京駅から4 5キロしか離れていませんメトロ東西線でわずか8分で行ける東陽町駅からすぐ歩ける距離です 東京都心には日本一多様な会社や職業が集積しています。月額13万円の家賃を払える人は今後もずっと存在し続けるはずですし、2780万円という値段は小金持ちが現金で買える手頃な価格です。一般ピープルでも定期収入のある人がローンを組めば誰でも買えます。30歳そこそこの OL も買える価格帯です。コロナバブル後の風景がどうなっても 日本国は3000万円以下の一般ピープル実務省の住宅ローン制度は守るはずだと思いますのでその意味でも安全性は高い東洋町の徒歩5分圏内なんて新たにマンション建てる土地なんてもう残ってないですからその意味で希少性も高いですこういうある意味ゴールドの代わりになる物件が今後日本円紙幣に対し,対して価値を上げる可能性は十分あると思います アメリカでもヨーロッパでも同じことが言えます。だから私はアメリカならアトランタとかアラバマとか、な、伸びしろのある都市でちゃんと賃貸がつく3000万円くらいの収益戸建てをお勧めしているわけです。産業と雇用のある都市の便利な場所で一般ピープル実情の3000万円くらいで買えて家賃収入の裏付けがちゃんとある物件は今後予期される金融グレートリセットに耐えられる可能性が 高いと思います。ということで今回の動画を終わらせていただきます。どうもありがとうございます。さようなら。